昔はおっちゃんとかが、焼酎とかビールとかで、いっぱい引っ掛けに来るっていうそういうエリアだったと思うんですけど、最近はおしゃれなワインのお店とか、まあ、洋食とか女性とかが一人でも来れるような、まあ、そういう感じのエリアになっているような気がします。気軽に来れるっていうので、まあ、新しい魅力をどんどん発掘しに来ていただけたらいいなと思ってます。福島県大阪事務所の中には福島県観光物産館のサテライトショップを設置し、福島県内の地酒約40蔵元80銘柄のお酒を販売させていただいております。